元井です。書評です。東京ブラックアウト、福田和代さんの小説です。この本は、東京がテロによってブラックアウトしてしまうという表題のままの、小説ですけれども、311以前に書かれた本なんですが、311以降に関東地方で、行われた輪番停電ということのアイデアがもうすでにこの小説の中に、書かれていたということで、一部でちょこっとだけ話題になってたので、読んでみました。私は普段は、現代の小説はあまり、読んで読語感があんまりすっきりしないものが多いのであんまり読んでないんですけども、この小説はそういう理由で読んでみました。内容、あらすじはですね、そのテロによって、東京がブラックアウトしてしまうと、そしてそのテロ組織を追う、警察、それからその傍らで、電気の復旧に、黙々と、戦う、電気の復旧のために黙々と戦う、電力会社の職員、そして東京の中でブラックアウトした東京の中でその生活する人々のその姿を描いている、そういったものです。読後感としてはやっぱりこういう私のイメージかもしれませんけれども、歴史小説よりもすっきりしない読後感でした。とてもぐいぐい引きつけられる、小説好きには答えられない素晴らしい出来なんでしょうけれども、私は読後感に東京の虚しさとか大都会の虚しさというものも感じたので、普段なら普通は読まないだろうなという小説です。でも、それは私の基準で、普通の小説好きの方にはこの本はとても良い、素晴らしい、引きつけられる魅力的な本なのだと思います。作者が、最後のところで後書きで述べてるんですけれども、電力会社のその黙々とした働きのように、普段からそうやって、見えないところで努力している人々のことを描きたいと、小説で描きたいと思っているというふうに言ってるんですね。それが、隠れたテーマなんですけれども、その隠れたテーマで、それもなかなか納得できるんですけれども、このテロの犯人のその心情、なぜテロを行ったのかということが、都会の大都会の孤独とか大都会の、人間が崩れてしまっている、そういうことの理由で、そのテロ、とても善良であるはずの人がテロに、力を貸したというような内容なので、私の読後感としてはちょっと虚しいものが感じました。でも小説としてはとてもすごい、すごい内容であるとは思います。また私が読み始めたのがその311の、輪番停電と、これから起こるかもしれない聖書的に起こるかもしれないブラックアウトについてのその関連だったんですが、聖書的なことがどのこのということは、あまりここからはあまり想像できなく、それから、テロによってどういうふうに東京の人たちが苦しむかということもそれほど描かれていなかったので、私としてはちょっと肩透かしを感じましたので、星は3つといたしました。以上です。